何もさ、うん、タイトルもなくいきなり始まる感じ、うん、前のなんかこの空き缶はめてなかったからすごい音響いたもん。あ、すごかったね、あれ。俺コーナー持ってんの？ん？撮影をいろいろ便利にするためにだっけ、灯油だっけか、それ、これアルコール、あ、アルコールか、うん、温めなきゃいけないっつって、うん、バーナー分、灯油を気化させるためにプレヒート、ついてる、ついてなかった、今ついてる、全然見えねえんだよ、アルコールの火はやっぱ見えづらい、もう全然見えんな、あ、でもあれだな、影で分かるみたいな、今回はこっちを閉めて、閉めた状態でこっちを燃料タンク側を全開にする、うんうん、これが正解ほんでその長い方で調整する、こっちの方で、うん、付け始め調整する、うん、消すときはこっちの方、こっち全開のまま燃料タンク側を閉める、うん、そうすると自然とここの圧力が抜けてって、ああはい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 、こっち先に閉めてからやっちゃうと、あのここの圧力が高いままここピュッて抜いたら灯油がピュッて出てきちゃう、逆流しちゃうってことか、これも灯油の火ってことでしょ、色ついてるもんな、で、だんだんアルコールが燃え切ると、うん、少しずつ灯油の燃焼が安定して、そのアルコールで燃やしてて灯油になってるわけじゃん、うん、2つの燃料が混ざって燃えてるところは問題ないってこと、うん、その時アルコールが残ってると気流が、うん、ちょっと不完全で、うん、あのさっきの最初みたいにちょっとオレンジ色の炎がポッポッポ出たりする。うん、まだバーナー部分が温まりきってないから、あんま急に全開にしないで、うん、まあ、少しずつ温度を上げながら出力を上げていった方が。
い、はい、でだんだん残ったやつが、あ、そしてこいつを、すごくテーブルの上にそのまま置いちゃうスタイル。KCBM に来ました。この間キャンプでやったやつはあれはさすがにちょっとお湯がぬるすぎたと思う。あ、そう、俺結構ちょうどよかったけどね。冷めるの早いね。ナッシーカフェ、ナッシーコーヒー、ナッシーカフェ、どっちだかよくわかんないけどただの素人だけどさ、素人ながらになんかポトリマーシティーズかもなんかこういうの CM で見たことある。最初の蒸らしから3分だか4分以内に全部なんかドリップしきった方が美味しいコーヒーになるとか、なんかそんな話も聞いたことがある。まあ、そのあたりの違いは分かってないけど、だから温度で結構香りが変わってくるっていうのはよく分かった。あ、まあこんなもんで。かなり濃いめになっちゃったかもな。いいよ。出張カフェ。それじゃあいただきます。多分顔前よりは全然いいはず。おそらく香りがいい。でこれ。多分同じ豆でも沸騰してるお湯をバシャーってやると麦茶っぽい感じになる。香りしねえし、なんか苦いだけだし、なんだこれみたいな。なるほどね。いろいろ試して、大体このぐらいがこのスーパーに売ってる豆にはいいみたいっていうのはなんとなく。少なくともやっぱ俺が入れるのよりはうまいな。セブンイレブン。寝かせセブンイレブンって。よかったら食べて。ちょっとしな。マナスル。マナス。うん、マナスル121。燃料は灯油です。なんか、うん、お光沢やつみたいな。灯油？灯油。それでここ、これが、うん、まあ、要はタンクに圧力かけてでバーナーの方に送るんだけど、うん、圧力をここでバルブで抜いて、あ、はい、あとこれはあの熱とかでタンクの圧力が上がりすぎた時に、まあ、要は安全弁シューンって、でこれがポンプ。この間さ、今緩めてる。あ、シコシコ。これあらかじめさ、うん、やっといて試しといてよかったもん。完全に乾いててさ、うん、でなんかもうスカッスカッみたいな感じだったんだけど、だけど灯油にちょっと浸してやって、こいつを広げてやればまたそのポンプ能力が復活する。ああ、はい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 、なるほどね。うん、あ、昔よくあった水鉄砲の、あ、そう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 、あの竹の水鉄砲のあの感じ、効かない状態だったね。そう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 、まず圧力抜いた状態で
蓋を外して、でこの蓋をこのポンプのとこにつけられるわけ。へえ、なくし防止ね。そう、そういうの大事だよね。ああ、で多分こいつよりもね、こっちの方が、うん、まあ、ここのノズルから、うん、あの気化した灯油が出てくるんだけど、うんうん、下から上がってきて、うん、ここを通してここで熱せられてから、ここの十字路で分かれて、で下に出てくるから、こっちの方がね、あの多分なんだろう、寒い環境でも条件がいい。うん、これしっかり締めないと、こっから灯油が漏れてくる。圧力かけたときに。こっちは道具が欲しいのか、うん、組み立てるの。そう。で、室内だったらこの状態でもいいんだけど、やっぱり、うん、やっぱ屋外使うためにこういう風防、風よけが、はいはい、まあ、あった方が。ってこと。それ粗圧使うの、うん、もう全然使い方が分かってなくて。で、ここの下の受け皿のところに余熱用のアルコールを入れますと、ね、基本使い方はどれも一緒か。そのまあ、まあ、灯油だったら基本的に温めてから使いなさいみたいな。うん、そう、そのまま液体のまま出てしまうともう、うん、ただ燃えるだけだから。風防とこのバーナー部分のやつをセットして閉めて、でアルコールに点火します。これもついたかな。ついてるのか、ついてるのか、うん、わかんねえよ。ついてるっぽいね、なんかゆらゆら影が。あで、まあ、このなんだろう、風防の隙間から、うん、お皿の中のアルコールがどのぐらい残ってるかに注意しながらプレヒート余熱を行います。基本的にはそこに溜めたアルコールがなくなったぐらいがちょうどいいってことでしょ。なくなる、実際はこんなに並々と入れる必要はなくて、もっと今みたいな環境だったら大丈夫だけど。でもう少しでなくなるなっていうタイミングでポンプを少し送って、うん、あの灯油を押し出してやる、うん、そうすれば、まあ、ある程度もう温まってるから灯油は気化した状態で出てくる。いや、確かに使い方知らんと使えんな、うん、だ家に置いといてさ、会社の先輩と家飲みして、うん、先輩がなんか、お、なんだこれとか言って、なんか、ポンプピュッてやったら、灯油がピャーって下げた。下げて、勝手に触んないでくださいって。ちょっと早いけど、少し灯油を振り込んでやると、これ今、気化した灯油がちょっと出てる。アルコールがまだ燃焼中だから、なんか、なんだろう、本来の燃焼状態になれず、変な中途半端な燃え方をする。ボールが全部飛んだ状態、そしたらポンプで加圧してやって、この後にあるの、うん、もうあのタンクの圧力で火力調整をする。だから弱めたかったらここで圧力ちょっと抜いてやって、あ、そういうことね、はい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 、で強めたかったら、あ、ちょっと、うん、そうそう、はいはい、っていう、はい、すごい単純な、はあ、なるほどね。Thank you.
時はここに鉄を。あと2分だね。あと2分だけ。2分。2分。約2分で今。マジか。沸いた。火遊び、大人の火遊びグッズ。これいいよね、今手に持ってる、うん、ちょうどなんかコンパクトだ。こいつが一番楽だよね。ガスコンロのごとくなしってことでしょ。うん、こんな簡単に作る。こいつが一番楽だよ。これがマックスかな。ただあのカセットだからあんま寒いところで使えない。ああ、はいはいはい。まああの泡ガスって言って、なんだっけ、もっと沸点の、うん、が低いガスかが含有量が多いタイプのボンベ使えばもうちょっと寒いところでもいけるけど、まあ、それでもやっぱり、ね、温めて気化させてるわけじゃないから、やっぱりこいつらみたいにやっぱ無理やり灯油を気化させるタイプの方が寒さが強い。そうですね、うん、ガスだとどうしてもな。朝のキャンプ道路氷点下と普通にあるから。こういうのってさ、うん、保管してるときは灯油入れっぱなし？入れっぱなしにしてるね。ああ、そうなんだ、わざわざ抜かなくていいんだ。うん、まあ数年ぐらいなら大丈夫かな。するとか本当人選納車したとき2017年、うん、のゴールデンウィークの東北一周ツーリングが多分最後のような気がする。前回使ったのは。あ、その時なんかやっぱ重てえなキャンプ道具は軽くなきゃなって思って、うん、その次の夏休みの北海道ツーリングは極端に走ってこれになった。あ、アルコール、ね、そうで、これだとお湯沸かすしかできねえじゃんってなって、その次四国一周した時はこいつになったって。こいつはなんかフライパンとか買ってさ、あの地元の豚肉とか買ってきてキャンプしながらジュージュー焼いてつまみにしたりとか。このアルコールのやつ単体だとやっぱちょっと風にあんま強くないの、ね、うん、なのでこいつが、うん、あの本来はなんか松ぼっくりとかさ小枝とか入れてさ、それでなんかなんだろう、小枝燃やすストーブなんだけど、うん、だけどアルコールバーナーをアルコールストーブこの中に入れて風よけ、うん、にやるとまあ結構大きさ的にありだなって。北海道ではこの方式で俺はお湯を沸かしていた。すげえ分かりづらい。分かりづらい。燃えてるけどね。燃えてるかどうか。燃えてるけどね。うん。うん、そう、別に風がなければ室内とかだったらこっちでもいいけど、はい、やっぱ屋外だとこいつを使った方が無難と思う。ここを蓋を閉めてっていうか、まあ、火力調整なんかこういうのでできなくはないけど、あ、はいはいはい、まあ、ほとんど使わないね。もでもお湯が沸いたらもう単純上から蓋をして消火以上。ああ、そうかそうか、そうか、消火ができるのか、そのままじゃ。そう、なくなるまで待つか、そう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 、蓋するか。ああ、そうなので、こうまさにアルコールランプ。そう、用途に合わせて、まあ、旅のスタイルに合わせてなんかバナーも変えてくっていう。なんかそしたらなんかこんなに道具が増えちった。今の一番のお気に入りは、あと、うん、ドラゴンフライかな。やっぱあの、うん、まずは灯油がいいっていうのは安いから。
そうアルコールだと火力調整はあんまできないし、あとガスだとこの缶捨てるのがめんどくさい。そうだね、調達するのは調達性はいいけど、捨てるのがめんどくさいから、やっぱりどうしても液体燃料がいいなっていうのが。灯油は何、買いに行くときは何に入れてんの？これにそのまま入れてくださいじゃない？あの今回あの赤いあの10リットルのポイント、あれコストコに持ってきて、あれプラのペコペコのやつ。あそっちか、うん、あそうか、そうだよな、灯油だもんな、うん、いや普通家で、ファンヒーターじゃない普通の石油ストーブ使っているから、あの10リッタータンク2個置いて、うん、置いといて、まあ1個なくなったら、うん、じゃあその空に次のタンクに切り替えて、じゃあ空になったやつ給油しにかかったり、なんかそんな運用してる。どっちみち使い道はあると。うん、そう。まあそんだけ、そうなると最低でも10リッター常に備蓄がある状態キープできるから、まあ、あの被災しても しばらくはこれでいけるだろうっていうそういう考えでやってる。になってるから、まあいつもは満タンに継ぎ足してから締めてることが多いから。確かにコンパクトさで考えたらそれが一番コンパクトだね、うんうん、これだけど本当だよな、これはなかなかいい。やっぱね、こいつら運んだら、うん、それなりにスペース食うもんな。右側のパニア、うん、ほぼほぼ埋まったもんな。こいつは結構、それも結構ちっちゃくなりそうだけどね。足がたんで、これでもちっちゃくなる方だよね。これ結構なるよ、ね、すごい、うん、あとさ、これ面白いのがさ、うん、これなんかあの、うん、段がついてるからさ、はいはいはい、直径がでかいやつは、うん、ちょっとバーナーから距離があって、うん、ちっちゃいやつだと、うん、あの火に近くっていう、なんかそういう配慮がされてんのがすげえなってなんか今日初めて知った今までそんなこと気にせずさこの岩谷のやつを、うん、なんか、うん、なんかね、しれっとマイナーチェンジ繰り返してるらしい。ああ、そうなんだ。で、結構いろいろ改良がなんか加えられてるってネットで見た。それも結構小さい、ね、うん、こいつらに比べちゃうとやっぱ、うん、ちっちゃいよね、そっちの2つは、うん、まあこいつ、MSR のやつはドラゴンフライはもっとなんかちょっと小型のボトルとか売ってはいるけど、これ500？ あ、591か、うん、もうちょっと一回りなんか300いくつだかのやつも、うん、もっちょ持ってる。このドラゴンフライとかさ、マナスルとかさ、いくらぐらいするの？ドラゴンフライ結構高い。これ？あ、2万近く。2万？あ、よう、なんか2万なんだっけな、いくらっていうの、1万とか、なんか少なくとも万は超えるって。あー、マナスル、マナスルも結構いい値段してて、10年以上前だから忘れちゃった。多分これは5000円もしない、はいはいはい、なんか多分3000円とかする。これ4000円とか、なんか4、5000円ぐらい。これ4000円だったらありだね。うん、これ普通なんかコスパ的にはもう一番いい。そりゃ鈴剣も愛用するわあいつが愛用するものは大体コスパいいから。この前なんか燻製キットみたいの使ってたじゃん。 そうそう、あれもきっと買ったんだろうね。うん、で、あの100均のスキレットとか使ってなんかいろいろ言ってたね、100均でいろいろ揃えてる。うちはなかなか
最初それペグだと思った確かに付属品の安いペグみたいな感じそうそうなんかこれもしかして地面に打ち付けんのこれ思ってさ全然違った。マドスルってやつはその工具がちょっとうざったいね。この必要とする部分は分かるんだけど、この付属のスパナがまたしょぼい。確かにしっかりつけないと困るっていうのも分かるけど、スパナを必要とするのはなんかちょっとデメリットに感じてしまうね。忘れたらさ、うん、確かに使えないわけじゃん。まあ、こいつらと同じ一式みたいな感じで、一緒に置いとけやね、うん、あれだけど失敗して、まあそれだって何か忘れりゃ使えないんだろうけど、まあ、ちなみにマナスル、給油するときはこの安全弁のキャップ、これこっから、まあ、ここから入れるの、スコイとかなんかで、マナスルはやっぱ愛着湧いてくるよね。うーん、これ真鍮でしょ、うん、吹き更新しまくってるから汚いんだよ。酔っ払ってなんかその辺散歩して、あーやべーブシャーでも真鍮だったらピカールとかで磨きは綺麗になるでしょ。うん、多分 ね、うん、まあ本当にいや そこまで気にするな、ね、うん、カーボンフライもな、この防音壁カスタムとあとなんだこれ、このまま一応プレヒート用のアルコール染み込ませる布みたいなのついてるんだけどさ、ここはあ、はいはい、だけどやっぱここじゃ吸い込みきれなくって、アルコールバチャーってやると、やっぱこの辺から垂れてくる。だからそれでなんかアルミホイルで作った皿を下に、でこれで受け皿みたいなね、うん、そのなんかマナスルのこれみたいにアルコールを受け止められるようには一応指定はいい。そこは抜けないんでしょ。うん、抜けない、うん、こいつは今全体の状態が始まってるから、このロック外してどうしても、まあ、そこはしっかりね、あれか、そう、ちょっとやっぱ出てきちゃう。まあ、それはしょうがないね。仕方ないね。そればっかは。うん。キャブみたいなもんね。フロートは全部抜けたと思ってても抜けてないって。そう、ここを折りたたんで、で、くるっと、先に開いたら、こいつがどうせ外れて引っかかっちゃうから。こっちは取っといた方がいいかな、うん、どうせ中で外れてさ、この間なんか俺カチャカチャやってたじゃん、引っかかって、はい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 、ああそうやって収納できるってこと、そう、はあ、まあこれでいくらか、考えてあるな、うん、こういうのってすごいよね、うん、でこいつをどっかの軌道に引っ掛けて、はい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 、はい、ああなるほどね、ちょっと小さくなりましたよっていう、あ、先にあれだな、それを入れとけば、こいつを入れといた方が、なんだろうね、こうすごいこう説明してもらうじゃん、うん、それでも買いに行こうと思わない、これへえで終わっちゃうんだろうけど、こうだから普通はカセットが、うん、あのこいつらとかで済ませちゃうよね、こいつは本当にいいと思う、このドラゴンフライってやつは確かに人気がありそう、いや結構マニアック、やっぱ音 そう音がうるさいから、音は確かにうるさいけど、なんか男心をくすぐる感は、そうそうそう、マナスルは、俺の見た目の印象からすると宗教っぽい。なんかこう、お香とか。なんか煙出てきそう。なんか、さすったらあるし。そう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 、なんかね、そんな感じがする。岩谷のやつは、これで4000円か5000円ぐらいだったら、うん、あのでかくても岩谷の独特のあのついてる。あっちをカセットコンロを買っちゃうな、みたいな印象が強いな。アルコールのやつは、
これはマナスルの友達かなみたいな。あ、確かにこれな、うん、そうそうセットっていうかさ、なんかまずはアルコールランプかなみたいな。こういうのみんな買うんだね。どうなんだろうね、ここまで。多分このこいつらはちょっとマニアックな方なんじゃないかって気は俺はしてる。まあでも、まあ、検索とかすると結構使ってるもの好きは出せる。あ、そうなんてやっぱ構造がシンプルだからゆえの信頼性みたいな。確かにね、そうだよね、壊れないもんね、うん、まあ、物をなくす可能性はあるかもしれないけど物理的に壊れたとかはあるかもしれないけど、なんかこうね、うん、こういうのみたいに例えばなんかジョイントのところがどうのとか、うん、そういうのは多分ないんだろうね。あったとしてもなんとかなるのがマナス。うん、よくあるのがこの中のあの気化した灯油が出てくるところの、うん、穴がなんか詰まって調子が悪くなるみたいなのがあるんだけど、はいはい、だけどそれもなんかこの付属のメンテグッズ、うん、こう針みたいなそれあれじゃん、中に入れてシコシコあれじゃん、あのキャブレターのさ、そう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 、確かね、そんな感じジェットの すげえなー、そういうの聞いてもなんだろうな、もう絶対手出さないなポンプのやつがなんかポンプの調子が悪くなっても灯油に浸して柔らかくして広げてやればまた機能復活するし、誰なんだ、革か何かなのかな、何なんだろうねあれは。確か革とかね、すごい、うん、自然のもの。うーん、ちょっと格納状態写真撮る。コンパクトになりましたそうだな、確かにそうの大事だな、うん、もうなんか見てるだけだけど、ひたすらこう見てるだけ、うん、この休日の俺たちって何なの本当にただ道具をこう持ってただ火を沸かしてさ、お湯沸かすだけ、コーヒー飲んでさ、こんだけ持ってきてお湯2回沸かしてただけお湯沸かしてさ、あのたい焼きとさ、どら焼き食ってさ、あーっつってこうなんかひたすら座ってただ喋ってるすげえな、その入れ物があるってのがすごいよ、うん、そういうのはいくらぐらいするの、これいくらだろう、結構何千円ですか、6000円1万はしなかったような、今では汚いけど最初の頃綺麗な頃はあの会社の机の上に置いてペン立てました早くキャンプ行きてえなとか思いながらだって知らん人見たら本当にそれさ、そうそうそう、ペン立てたら通っちゃうよな。メッサーの付属品が補修パーツみたいな、いやすげえ高かったんだけどさ、何すげえうるさかったじゃんこれさ、こいつの代わりに、うん、こいつを乗っけると静かになるっていうやつ、はいはいはい、で、なったの、うん、確かになった、おだけど、うん、鍋吹きこぼして、うん、穴が詰まって速攻で使えなくなったえ、でも別に針刺しちゃいいんじゃないの、いや、なんかあーただのあれじゃねえんだ、中で思いっきり焼き付いてるから、そういうことね、しっかり中の中で鋳物になってる、鋳物みたいになってて、こうこの穴がこう最後にここに繋がるように全部バラバラになってるんだ、でもこれだったらさ、うん、
わかんないけど、お湯の中に入れてグツ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 やれば溶け出すんじゃないかな。わかんないけどね、その吹きこぼれたものがって基本的になんか食べ物でしょ。うん、だからなんかお湯でグツグツやったらこう、復活しないかなって思うけど、なかなか、うん、どうなんだろうね。コンプレッサーとかまで使えばなんとかなんとかもしんないけど、やるやるコンプレッサー今から火上がってたコンプレッサーの仕組みやってみる。いやでもこれ相当、いや分かんないんだけどね、うん、まあでもね、ほんとなんかすげえ、なんだろう、まあ確かに思ったより細かい穴だね。新品の時は結構綺麗に出るんだけど、うん、ちゃんと出てくるのが3分の1ぐらいになっちゃって、うん、あとはあれだよね、要はすすが中で発生しちゃって、そう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 、それで目詰まりしちゃってるってことでしょ。そうだ、俺からそんな、なんかなんだろう、そんなデリケートなら、うん、だったらこの缶で、ね、の方がいいやってなる。これもさ、あの、そう、これ今、うん、ノズルが超ウルタージェット燃料用のノズルがついてて、うん、で普通のガソリンかホワイトガソリンを燃料に使いたいときは、うん、このノズルを変えるんだよ。大きさが違う。大きさが違うのかね。なんかあんま違いよくわかんないけど。要はジェットじゃん。ジェットでしょ。だから番手が違うってことだよね。穴の径が。多分そういうことなんだと思う。多分 G って書いてある方がガソリンで、多分なんだっけ。K だと D テロシンだから K だから。何にこいつもいろんななんかメンテグッズが結構ちゃんとついてきてるね。簡単な工具とかまで。そういうのはいいね。至れり尽くせり。まあ基本それさえ。あればなんとかなるよっていう、うん、多分この MSR を、うん、多分アメリカからどっかはしないけど、多分モンベル的ポジションにいるやつだと思う。だからその何年かがアメリカからなんか友達が来て2人でキャンプツーリング行ったりとかって言ってて、俺が全部モンベルであいつが全部 MSR みたいな、そんな感じじゃん。もう日米でモンベルは日本のブランドは、あ、そうなん、大阪かな本社。そうなんだ。俺の大学の友達がなんか最初ずっとニートやってて、うん、なんかわけわかんないこと言って、俺はメープル職人になるとか言ってカナダに行ってで、なんかスノボ三昧でずっと遊んでてだけど、ある日突然モンベルに就職しましたマジかよ、まあなんかよくわかんないけどよかったなの通り、なんか吹きこぼしとか散々やらかしてるけど大丈夫。ああ俺が吹きこぼしをしないはずがない。それはアルコールが入ってるシャー、あ、やべ忘れてた、強火のままだった絶対やる諦めた、やらないはずがない。そういう鍋もなぁ、うん、要は一人用ってことでしょ。うん、こいつはもうお湯沸かす専門にしてるね、こいつは。で他のなんか秩
下のもう他すげえ汚いやつとはあるんだけど、うん、そいつはもう焚き火突っ込むよみたいな、もう変色してる。一回なんかすすとかつきまくってるからどうすっかなって、多分口に洗っても落ちねえから一回もう焚き火の中突っ込んで焼き切っちゃえってすげえもう変色しまくってる。袋もたくさんあるとなんか帰る住所が分かんなくなる。確かこれとこれで MSR に入れておくか。深いな。バナスルはまあ、思ってたって燃料が入ってるってことですか、うん、今日はほとんど使ってない。